はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。全国のスラッシュアックス使いの皆さん、モンスターハンターライズは楽しんでいらっしゃいますか？本日はですね、バージョン 2.0 がアップデートされまして、最強のスラッシュアックス装備が更新されましたので、こちらをですね、発表していきたいというふうに思っております。最強のスラッシュアックス3本ですね。で、この最強という意味の定義についてなんですが、大前提として断っておきたいことがありまして、スラッシュアックスって最強のこの1本を作っておけばいいという武器ではありません。なんでかっていうと、属性が強いんですね。あの、手数が結構スラッシュアックスで多いんですけど、例えばテオテスカトルに行くんだったら、この D ビジョンっていうね、水属性のこの属性、快進撃属性とかを入れたこの武器が強いんですよ、一番。だし、クシャルダウラとか、まあ、ティガレックスとかに行くんだったら、雷属性のね、この武器が強いんですよ。で、じゃあ、なんで今日は最強の3本だって言ってるかっていうと、汎用的な最強の3本っていう意味ですね。全部作るのめっちゃ大変じゃないですか、これ。ちなみに僕、スラッシュアックス使いなんで、スラッシュアックスの、あの装備で4ページぐらいもう埋まっちゃってるんですけども、このスラッシュアックスを全部作るのが大変だと。じゃあどの3本作ったらとりあえず大丈夫かっていう、そういう意味での最強ですねを今日は紹介していきたいなというふうに思っておりますので、またちょっと属性の方はですね、あの別途動画にしますんで、今日はとりあえず汎用的なという意味での最強3本だと思って、最後まで話を聞いていただければなというふうに思います。というわけで第1位から発表していきましょう。第1位はこちら、レックスラッシャー。これがですね、バージョン 2.0 でアップデートが入って追加された武器なんですが、どうやらですね、他の武器もこのティガレックスのこの武器が強いという話を聞いたんですが、このレックスラッシャースラッシュアックスね、めちゃくちゃ強いですね。これなんで強いかっていう話をします。まずですね、攻撃力が、まあ、そこそこ高い。この辺の、鈍器、切れ味が悪いようなね、武器は攻撃力が高い傾向にあるんですが、230とか240とか。他の、例えば、ジンオーガのスラッシュアックスとかって切れ味良かったら、まあ、攻撃力は低いというのが、まあ、普通なんですよ。これが普通。ただし、レックスラッシャーは白ゲージあるのに、220あるんですよ。攻撃力が。もうね、圧倒的期待値を叩き出します。この武器は。ものすごい強いです。で、その代わり回心率がマイナス 20% であると。実はね、いろんな武器、まあ、全部作って試しているんですけども、ティガレックスとかでずっと練習してたんですよ。一番タイムが早かったのはこれ、レックスラッシャーですね。もちろん、まあ、元気が効くっていうところももちろんあるかもしれないけれども、これがね、期待値的には一番強くて、やっぱね、白ゲージの 1.32 倍だっけ、期待値、あれが一番強いですね。220の 1.32 はさすがに強い。で、例えば比較対象としてはグランドカオスとか、まあ、アイアとかがあるんですけども、これね、結局ね、勝てない。白ゲージの220には勝てない。勝てないです。グランドカオスとかはこれ、鎮眼鈍器使いとかで緑ゲージで殴っていくみたいな感じの武器になるんですけども、結局ですね、弱点とかを殴れる場合って、白ゲージ220にはね、どうしても勝てないんですよ。なんで、こいつが1位です。俺の中では。もちろん属性を抜いてね、モンスターごとに変える属性を抜いて、汎用的に担いでいくって意味だったら、これが1位。で、もう一個理由があって、元気瓶なんですよ。この、スラッシュアックスは。元気瓶って、スラッシュゲージの溜まりやすさが、中くらい。結構溜まりやすい方なんですね。毒瓶とか滅竜瓶が一番溜まりやすいんですけども、元気瓶っていうのは2番目に溜まりやすい武器になってまして、これが強いですね。そして元気が効くモンスターであればこいつ最強です。元気値33。例えばコリュウとかは元気値が無効なんですよ。要は、疲れやすくなるとか関係ないですね、あんまり。まあ、もちろんスタンチっていうのは溜まりますけど、疲れやすくさせるとかは関係ないんですよ。疲れないんで、やつらは。なんですけども、元気値が効くモンスター、まあ、ティガレックスとか、まあ、ジンオーガとか、マガイマガトとか、元気が効くモンスターっていうのは世の中にね、死ぬほどいるわけじゃないですか。そいつらに持ってくんだったら、こいつが一番いいですね。しかも元気値33ありますから結構高いですし、グランドカオスよりも高いです、こっちの方が。装備はね、ちょっとまた後でご紹介しますんで、楽しみに
しておいていただければなと思うんですが、とりあえずね、こいつが1位で、じゃあ第2位は何かと、第2位は何か、第2位は、このアンヤですね。結局アンヤ、これは理由としては結局会心率です。会心率の 40% っていう、この会心率が高い、あまりにも。でこれは何がいいかっていうと、弱点特攻と合わせて超会心3になるんですね。超会心3っていうのは、会心倍率が 1.4 倍になるんで、さすがにね、例えばグランドカオスとかこのレックスラッシャーとかだと会心率がマイナスなんですよ。なんで、回収がマイナスっていうことは超回心とかを積みにくいってことなんですけども、こいつはもう無駄なく超回心が積める。そうするとやっぱりね、ダメージ変わってくるんですね。弱点を殴れる場合特にこいつが優秀で、積み分けが大事なんですよ、スラッシュアックスって。弱点を特に殴りやすいっていうモンスターであればこれですね、アイヤが一番いいと思います。で、弱点そこそこ殴れるよっていう場合はレックスラッシャーで、弱点全然殴れねえっていう場合はこのグランドカオスなんですけども、基本的に弱点をめっちゃ殴れるっていう方であれば、この超会心と弱点特攻が生きるこのアンヤ剣譜を使っていただきたい、そんな風に思っております。でこの武器のいいところ、もう一個はスロットが2空いてるんですよね。これ2スロットすげえ大事で、このアップデートによって例えば通撃とか、長身とか、ニスロの強いスラッシュアックス の装飾品ってめっちゃあるんですよ。高速変形とか強化持続とか、だからこのニスロ空いてるのがとても大事で、あともう一個毒瓶であるっていうことですね。毒瓶は瓶の中で最も溜まりやすい、もう世界一溜まりやすい瓶なんですよ。めちゃくちゃ早いんですよね。なのでこの毒瓶で覚醒状態にすぐ持っていって追加ダメージを与えることができるっていう点で、やっぱりね唯一無二の性能ですよこれは。なのでこれが2位かな、個人的には。まあ、とりあえず脳死でこいつを担いでいくのはありだけど、弱点めっちゃ殴れるんだったらこっちの方が強いと、そんな感じですね。でじゃあ第3位はどれかっていうと、第3位これです。グランドカオス。これはこの2本との積み分けの違いは、弱点を殴りにくいモンスターはこれ担いでいくのが一番強いですね。スキル構成として、こんだけ緑ゲージ長いんで、鈍器使い、そして心眼っていうのを採用すると思うんですけども、心眼と鈍器使いっていうのは硬い部位に攻撃した時に進化を発揮するんですよ。要は弱点以外のところですね。弱点以外しか殴れないモンスターとか、例えばクシャルダウラとか結構大変で弱点殴りにくかったりしますし、あとバサルモスとかね、硬すぎるんですよ、バサルモスとか。あの辺のモンスターに持っていくためにはこいつが一番強いかなと思ってますね。でしかも元気値があるんで、疲れやすいモンスター持っていくのにも有能ですよね。なんでまとめておくと、第1位はレックスラッシャーで、第2位がアンヤで、第3位がグランドカウスって感じですね、僕の中では。これは僕の意見です。でもちろんね、コリューとかには効かないんですよ、元気って。そういう時に属性武器が生きてくるんですね。だそういう、属性武器の、強みというか、属性武器の強い武器まとめっていうのはまた別の動画で出そうと思ってます。なので、チャンネル登録をしてね、お待ちいただければなというふうに思います。はい、というわけで、強いね、最強のスラッシュアックス装備が決まったところで、装備の紹介をねやっていきましょう。まずスラッシュアックスの第1位レックスラッシャーを使った装備はこちら。これがね、一番強いなと思ってて、スキルがどういう風になってるかっていうと、こんな感じですね。攻撃なら見切り4、合人剣、スタミナダッシュ、砥石を高速化、高速変形、強化持続、KO 術、回避距離アップ、ひるみ軽減みたいな感じになってます。でこのね、見切り4がね、回収率プラス 20% してるんですけども、これはねマイナス回心を消したかったんですよ。スラッシュアックスのこのレックスラッシャーのマイナス 20% っていうね、これがねちょっとね嫌なんで、僕は。なのでこの回心マイナス 20% を消したくて、こいつにしました。で百竜スロットは攻撃力強化3っていうのをね入れてまして、これで攻撃力をさらに強化してあげると。で物理攻撃力を上げてあげて、白ゲージのね倍率 1.32 倍を有効活用するっていう意味で攻撃7にしました。で白ゲージなんですよね、白ゲージなんですよ。なので合人研磨を採用しました。会心率がめっちゃ高いとかであれば達人芸っていうのもありかなと思うんですが、結局ね、会心率マイナス 20% を消して 0% に持ってってるぐらいで、あまり会心率ないので、合人研磨が一番いいですね。
合人研磨はちなみに効果はこれ、砥石を研いで90秒間ずっと白ゲージで殴れるっていう、まあ、そういうスキルなんですよ。なんでまあモンスターがエリア移動する頃に、まあ、青ゲージになってるかなくらいの感じなんで、まあさすがに強いですね、白ゲージ維持は。なので合人研磨レベル3で、スタミナラッシュレベル3はこれ余ったんで入れました。これコリューとかには効かないんですよ。コリューとかには効かない、このスタミナラッシュさんは。なのでコリュー相手とかに行くんだったら、ここを例えば、まあ、気絶耐性にするとか、まあ例えばテオテスカートだったら非耐性にするとか、そういうね運用方法で変えていただければなと思います。これは装飾品でつけてますんで。で、砥石を高速化は合人研磨が入ってるんで、これは必須ですね。これも1スロー余ってるんで入れていただいて大丈夫です。で、高速変形レベル3、これも必須スキルで、強化持続レベル2、これはねレベル2しか入んなかったんですよね。これ攻撃を少し落としてあげるとか、見切りをレベル3にするとかあったら多分入ると思います。一応ただまあ、2ぐらいでねいけると思います。元気瓶なんで、元気瓶とか毒瓶とかって強化持続、まあ、2ぐらいでもいけるんですよ。強撃瓶とかは本当強化持続3とかにしないときついですけど、これはね2ぐらいでもいけるんで、まあこれはこれでいいかなっていう感じですね。KO 術はおまけなんですけど、これ5石でついてきてるんで、ついてるんですが、一応元気なんで、元気瓶なんで、気絶取れるんですよ、モンスターの頭殴ってればね。なのでこいつはまあ一応死んではない、あえてつけてるわけじゃないんですけども、まあ強いですね普通に。で、回避力アップレベル1、これはね1はあった方がねモンスター追いかけやすいんですね。スラッシュアックスってコロリンコロリンしてモンスター追いかけていくんで、まあ、これあった方がいい。で、ひるみ軽減は、マルチ用につけてます。これなくてもねスラッシュアックスって結構スーパーアーマーの攻撃あるんで、もしこれが入んないよっていう人はなくてもなんとかなります、スラッシュアックスは。で、使ってる武器は、武器というか防具か、オロミドジュラ、ウルク、ジャナフ、インゴットで、5石は、攻撃3、KO 術2っていう、そこそこ強そうでしょ、この5石を使ってます。で、装飾品一応見せておくんですけども、装飾品はこれ同じ、ね、5石持ってないと意味ないから、あんまりね見せる必要もあんまないかなと僕は思ってるんですけども、他の装備紹介見せて、一応合人、研磨研磨研磨、側片ダッキー、合人ダッキーダッキー、対象みたいな感じになってます。これねスキルをね見ていただいて、で自分でシミュレーターかけて自分の5石を登録してやってもらうのが一番いい。で、第2位の装備ですね、これナルガクルガのスラッシュワックスを使った装備なんですが、これ武器はねこれ使ってて、で攻撃力強化3入れてます。回心率強化にしてもいいんですけど、これ見切りで僕は回心率 100% 持っていくスタイルにしてるんで、攻撃力強化を入れてますね。で、スキルなんですがこんな感じになってますね。弱点特攻と見切り2と武器の回心率 40% で 100% に持っていって、で弱点特超回心3を発動して回心攻撃時の倍率を 1.4 倍に強化するっていう、そういう運用方法でね。この合人研磨は達人芸がいい方は、達人芸にもできます。ここただまあ言うてずっと永遠に弱点を殴れるわけじゃないじゃないですか、人間って。なので僕は合人研磨を押しますね。合人研磨するとずっと白ゲージなんですよ、90秒間。何をしてもね、どこ殴っても違う、なんか弱点じゃないとこ殴っちゃっても切れ味減らないんですよ。で、この武器結構ね白ゲージ短いですね、レックスラッシャーと同じように。なので、まあ、合人研磨でどこ殴ってもいいように合人研磨にしてるだけであって、ここ達人芸でいけるわ俺っていう人は達人芸にしてもらえばいいかなと。これ装飾品でつけてるんで、ここを達人樹に変えてもらえばいいだけです。で、強化持続レベル3、まあこれはレベル2でも別にいいんだけど、まあレベル3入ったんでレベル3入れました。で、砥石を高速化レベル3は合人研磨なので必須で、高速変形レベル3も必須で、見切れ2は、100% にしたかったので必須で、回距離2は、お守りについてるんで2なんですけども、これ1でもいいです。で、力の解放はこれなんだかんだ知らないんで、このスキル、スキル発動してれば回心率プラス 10% ということで、弱点殴れなくても、弱点特攻なしで一応回心率が、60%に持っていけるんで、まあ、結構強いかなと思ってますね。で、これはおまけで、ひるみ軽減1はさっき言ったように、おまけですけど、まあ、ついてたら嬉しいなっていうぐらいの感じになってます。これがね、めっちゃ強いんですよね、結局。超回心さんがやっぱ強くて、弱点殴れる場合って、やっぱこれが一応強い、一応ダメージ稼げる武器なんですよ。やっぱ 1.4 倍、さすがに強い。白ゲージで 1.3 にして、回心攻撃で 1.4 倍するんで、めっちゃ強いと。なんか小学生でも分かる強さですよね。なので、この、
装備がとりあえずは一番僕はナルガクルガ装備だったら強いかなと思ってこれにしてます。でナルガの、場合は、防具構成こんな感じになってて、オロミドバイク、ウルク、インゴット、金色みたいな感じで、五石はね、高速変形1、回避距離2、スロー2っていうやつ結構強いですね。これ使ってますね。で装飾品は、強靭、通撃対象、紅葉研磨、通撃研磨研磨長身みたいな感じになってるんですけども、まあ、これはもう本当にあの自分のねお守りによるんですよ。ここがさ要はその人それぞれなんですよね。これなんで自分の持ってるねお守りで、シミュレーターかけてもらうしかないかなっていう感じで、ラストですね、グランドカオス。これはねちょっとね他の武器と運用方法が若干違くて、心眼鈍器使いなんですよ。これ要は武器が、緑ゲージなんですね。緑ゲージで回収率がマイナス 15% っていう感じなんで、あ、防御力ボーナスついてるので嬉しいね。なんでスキル構成がちょっと違うんですね、他の武器と。こんな感じになってます。鈍器使いレベル3と、心眼っていうこの、まあ、構成ですね。これで、まあ、硬い部位を殴っても弾かれずに、硬い部位へのダメージが 1.15 倍になるよと。これちなみに心眼3にしてもいいと思います。硬い部位を殴るっていう意味では心眼3にするのも結構悪いかもしれないですね。強化一族とか、まあ、2に落としたり攻撃落としたりとかすればいけると思うんですよ。あと見切り落としたりとかすれば。なんで心眼3がどうしてもいいよっていう人は心眼3にしてください。僕は綺麗だったんでこの装備構成がね、なんで2にしてますけど、弾かなきゃいいかなと思って、なんで2にしてますけど、一応これ3にしたい人は抜いてもらえばどっかいけると思いますね。で攻撃7はもう単純にこいつは物理スラークなんで、この、グランドカオスはなので、まあ、攻撃力を上げてあげることに越したことはない。そして鈍器使いでさらに攻撃力を上げてあげる、緑ゲージなんでね、基本的にはずっと。で強化持続レベル3とかは、さっき言った通りで、これはね、スタミナダッシュは余ってたんで入れたんですよ。これ元気瓶なんで、なんですけどこれ交流相手とかだと意味ないのであんまり、なので、スタミナダッシュじゃなくて、まあ、属性耐性とか気絶耐性とか、まあ、そういう、まあ、同じだったら毒耐性とか、ああいうのを入れてもらえばいいんじゃないかなと思います。これ装飾品につけてるんで、回路は可能で、砥石用高速化レベル3は、入れてるんですけど、これなくても別にそんなに困んない。ぶっちゃけねこの武器ね緑ゲージめっちゃ長いんであんま研がないんですよ。なんでこれはねなくてもいいです。最悪なくてもいい、うん、ここなんか別の、1スロースキルにしてもらってもいいかなと思うんですね。で高速変形レベル3は必須で、見切りレベルは2までしか入んなかったんですけど、一応ね回心率を、マイナス 15% あるのを、5% まで持っていけるんですよ、マイナス。なので、こいつは一応入れてますね。3まであるとね0になるんですけど、ギリギリ入んなかったって感じですね。まあ、攻撃落としたりとかすればいいけど、まあ、そこまでやるよりも、まあ、見切り2でいいかなっていう僕の判断ですね。これしかもなんか装飾品につけてるんじゃなくてついてきてるんで、はい。で、進化はさっき言った通りで、KO 術は、五石についてるんですけども、これもさっき言ったように元気瓶なんでスタン取れるかもしれないんで、まあ、元気力 1.3 倍は結構強いなと思ってます。で、回避距離アップレベル1はさっき言った通り、ひるみ経験も1いった通りっていう感じですね。で、グランドカオスの装備は、オロミドジュラ、レックス、ジャナフ、インゴットになってて、使ってるお守りは攻撃3、KO 術2っていうやつですね。で装飾品あんまり意味ないかなと思ってるけど、これ見せるの、ダッキー、心眼、紅葉、研磨、研磨、研磨、側編、ドンキー、ダッキー、ダッキー、ダッキー、対象みたいな感じになってますね。まあ本当にこのスキル構成をね見てもらって、でそれでシミュレーターかけて自分で作れる、お守りをとね選んでもらって、それでやってもらうのが一番いいかなというふうに思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。スラッシュアックス本当に、ね、楽しいのでね、皆さんもぜひね使ってみていただければなというふうに思います。属性のスラッシュアックス最強武器はまた別途動画にしようと思ってますんで、よかったらチャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。